21時58分ということで、そろそろ音声収録が始まります。おはようございます。いつもありがとうございます。10時間はすげえ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、終わりました。今日が変わって0時18分です。はい、眠いです寝ようそれでは皆さん、いい夜を。おはようございます。うわ、すげえ寝相悪い。今朝の14分です。今日はちょっとゆっくりめに起きてみました。おはようございます。あれ、昨日は静かだったんですけど、今日家で撮影しようと思った時に限って隣で工事っていう、まあまあ別にしょうがないですね。今朝の9時8分ですね若干寝坊しちゃいましたよ。でもまあ、いや、朝はやっぱり顔洗ってスッキリしましょう。気持ちよかった。あ、もう幸せだな。この瞬間めっちゃ幸せですよということで、すっきりしました。で、今9時の18分なんですけども、やっぱなんか寝坊した感をこう拭えてないので、それを消すために、あの、そのまま仕事に入るのか、いやいや、それとも1日のクオリティをいい感じでスタートするためにトレーニングから始めるかっていうことをちょっと今迷ってます。トレーニングしましょうトレーニングすると腎臓が疲れますね。バクバクしますね。まあ筋肥大トレーニングとかじゃないんで、そんな見た目にパッと出るわけじゃないんですけど、まあでもいいとしましょう。まあ、ちなみにチラリズムするとこんな感じです。今9時47分です。そのまま仕事しています。はい、終わりました。まあ終わってはないんですけどもとりあえず一旦一区切りですね。で、今11時54分ということなので、今からお昼ご飯にしたいと思います。で、その前にちょっとやるべきことがまだあってですね、まあ単純に食材を買い足すっていうのもあるんですけども、まあこのゴミを捨てて、その後これを香港に送って、で、その後食材を買って家に戻ってきます。寒いな、外寒いなまあいい天気なんでそこは良かったです。じゃあ行ってきます。お願いします。よし、次は食材調達です。はい、まあこんな感じで買ってきましたので、今からこれらの食材プラス家にあるこれらを使って料理をしていきたいと思います。じゃあまずはたっぷりの水に塩を入れます。で、茹でてる間にいろいろ下ごしらえをしておきましょう。正直どういうサイズ感で切ったらいいのか全然わかんないんで、まあ適当に切っちゃいます。
そうこうしている間にお湯が沸騰したので今パスタを茹でてます。はい、続きましてほうれん草も下準備をしていきます。ベーコンはまあこれぐらいやったらいいかなって感じですね。でも前こう納豆キムチパスタを紹介してくれた中島さんチーズ見た目がダサいじゃん。あの腕にはちょっとまだ至ってないんですけど、あれぐらいできたらかっこいいですよね。パスタもちょっと硬いかなぐらいまで茹で上がったので一旦避難しておきます。とりあえずこれで食材の下準備は完成です。次にまた綺麗にした鍋にニンニクを入れてオリーブオイルを入れます。はい、いい感じで匂いがオイルに移ってきました。そしたら次にベーコンを入れます。次に玉ねぎを投入します。なんかほうれん草が混ざっちゃってますけども、そこは気にしないでください。いい感じでしなってきましたので、次にほうれん草とキノコを入れます。おお、いいですね。そしたら醤油と豆乳とチーズと、もう一個チーズを入れて、そしてコンソメを入れてかき混ぜます。はい、そしていい感じで混ざってきましたので最後にパスタを入れます。そして完成したのがこちらです。でここに塩コショウをちょっと振っときましょう。はい、であとサラダも作っておきましたので、ここにはオリーブオイルをかけます。よいしょ。はい、ということで今回のお料理完成です。中島さんみたいにうまくいったかな机がここしかないので、ここですいませんいただきます。さあどうでしょうか、お味の方は。まあ僕はすごい美味しいって思うんですけど、薄味だな、かなり薄味だなって思う人もいると思います。で僕はこれはすごく美味しいです。もっとチーズが濃くてもいいかなっていう感じはしますけどね、自分自身で。でも美味しいです。いいですね、これからもちょっと やっていこうと思います。忙しい日っていうのはコンビニでおにぎり買ってきて、それを左手に持って右手でパソコンパタパタってやる時もまあ中にもあったりするんで、まあそういう日はちょっと自炊は厳しいですけども、やっぱこう今まで一人で外食行って、それで1回800円とか1000円とか使っていたので結構もったいないなと。でもそれに対してこれの材料費入れると大体ざっとですけど300円ぐらいなんですよね。なので安いし、そしていっぱい食べられるし、健康的な食材で食べられるし、で料理の腕も上がるし、一石何鳥だっていう感じですね。自炊は基本的に一人の場合はこれからちょっともう自炊で料理の腕も上げながら健康的な食材を食べながらってことをやっていこうと思います。はい、ごちそうさまでした。いやまあこの後これらを掃除しなきゃいけないとか、まあそう手間的なものはまあ確かにデメリットとしてはあるかもしれないんですけども、いやでもやっぱりメリットの方が、自炊の方が大きいので、僕はこれからちょっと男の料理を磨いていきたいなというふうに思ってます。もちろんその健康的な食材を取るっていうこともできますし、うん、その節約にもなりますけども、僕が料理の腕を上げていけばその彼女にももっと喜んでるとくれると思いますし、友達に振る舞うこともできると思いますんで、こんな感じで僕も楽しみながらちょっとこれから自炊をやっていこうかなというふうに思います。調理器具を増やすつもりはないっていうところで、かなり制限を設けてるんですけど、フライパン1個で料理をしてやるぜみたいな感じで思ってるんですけど、そう、まあこれからもちょっと楽しみながら自炊をしていこうと思います。でこの後夜から彼女と彼女の友達と3人で外食をしてくるんですけども、それまでは家の中でこうずっと仕事をやりますので、今回はこの辺でこうメッセージも伝えられたので、自炊を始めます、自炊はいいですよみたいな感じでこうメッセージも伝えられたと思いますので、今回はこの辺で動画を終了しようと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。